シャローン、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。はい、ということで今日は歌レレアンケート結果発表でございます。イエーイ。皆さん本当にたくさんのアンケートのご参加ありがとうございました。大変大変盛り上がっております。前回ウクレレで今のように今はデイドリームビリーバーを弾いたんですけど、ウクレレを弾きながら歌うことを歌レレって呼ぼうよみたいなことを言いましてで、歌レレの表記についてアンケートを取らせていただいたんですけど、まだ見てない方は、ぜひですね、前回の動画をこのアイマークからチェックしていただきたいと思います。多分そっちを見てから今日の動画を見た方が面白いと思うので、ぜひぜひ見ていない方はこちらのアイマークから前回の動画見てください。で、本当にたくさんの方がですね、この YouTube、Instagram、Twitter の方からですねアンケートに答えてくださってありがとうございます。皆さんのおかげで大変盛り上がった企画になりましたよ。イエーイ。で、いろいろね、私も盛り上がってきたのでインスピレーションもいろいろ与えられたんですけど、まあそれはまた後でお話しするとして、では早速参りましょう。歌レレ表記一斉アンケートの結果発表いきたいと思います。アンケート参加総数208票、その中で160票もの票を獲得してグランプリに輝いたのはこちらの歌レレでございます。じゃん、歌レレ、ひらがなとカタカナの歌レレでございます。イエーイすごいですよね。208票ですよ。びっくりしましたこんなにたくさんの方がですね YouTube と Instagram と Twitter のアンケートに答えてくださったんですよ。皆さんありがとうございます。その中でも160票を獲得したのがこちら、ひらがなとカタカナの組み合わせ歌レレでございました。すごいですよね。やっぱりこのひらがなとカタカナの組み合わせっていうのは一番柔らかい感じもするし、ポップな感じもするしっていうことで人気を集めたんだと思います。私自身もこれが推しだったので、ちょっと推しすぎちゃって押され負けてしまったっていう方も多分いらっしゃると思うんですけどすいませんそれでもダントツの1位で歌レレでしたね。ちなみにですね、2位を獲得したのが、漢字にカタカナ歌レレ、こちらがですね26票獲得しました。そして、カタカナ全部歌レレっていうのが12票獲得して、またその他が11票ありました。全部ひらがながいいとかそういう方もいらっしゃいましたね。はい、そんな感じで本当にたくさんの方々がこの企画に、関心を寄せてくださって本当にありがとうございます。で、まあね、表記については、まあ、一応歌レレこれが決まりましたけど、でもね、どうしても人によってはやっぱ漢字の方がいいとか、ちょっとひらがなで歌って書くの嫌だなとか合わないなっていう人もいると思うんですよ。だからまあ表記でこれは決まり事ではないので自由にね、皆さん自分にしっくりくる、書き方でぜひぜひ共有していただければなと思います。でもまあウクレンチャンネル的にはこちらのひらがなとカタカナの組み合わせで使っていきたいと思っています。ぜひぜひこの歌レレっていう言葉と同時にですね、皆さんウクレレでいろんな歌を楽しんでいただきたいなって思っています。本当にたくさんの方のご参加ありがとうございました。
って、この企画が予想をはるかに上回って盛り上がってくれたのでこのうたれれに関連した新しい企画をもう一つやってみたいと思います。それは何かと言いますと、うたれれベスト10ということでこれぞうたれれだ、もうウクレレで歌うのにすんごいぴったりくるっていう曲を10曲選んで皆さんと共有できたらなって思ってるんです。今回の動画では冒頭にデイドリームビリーバーを歌ったんですけど、こちらもウクレレとすごく合う曲ですよね。またこの前回のアンケートをやりますっていう動画で冒頭には斉藤和義さんの歩いて帰ろうをやったんですけど、それもやっぱなんか歌れれ、ザ歌れれっていう感じしません？私だけかなそう、そんな感じでですね、もうウクレレで歌を歌うこの歌れれにぴったりな曲って多分皆さんの中にも多分何曲か持ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ。で、私はね、思い浮かぶのといえばスタンドバイミーとかあと平井大さんのスロー&イージーとか、まあ、多分もっともっといろいろあると思うんですけど、流行りの曲でもいいし、なんか昔の曲でもいいんですけど、なんかもうウクレレをこう弾きながら歌うのにもぴったりなハッピーな曲だよとか、そういうのを皆さんにぜひぜひアイディアをいただきたいなと思いまして、いいアイディアがあったら、知らない曲とかもいっぱいあると思うんで、ぜひぜひ教えていただきたいですし、その中からですね10曲を選ばせていただいて、歌れれベスト10っていうのを決めたいと思います。で、その決まった10曲を、まあ、1曲ずつ演奏動画とか撮ったりとか、皆さんとそうやって共有できていったらまた楽しいんではないかと思いましたいかがですか、皆さんの中で歌れれ定番曲といえばこれでしょみたいな感じのものをですね、ぜひぜひ、YouTube でご覧の方はこちらの、下のコメント欄からぜひぜひコメントください。またこちらはですね、前回の一斉アンケートと同じく YouTube、Twitter、Instagram 全部で、お聞きしたいと思っていますので、ぜひぜひ私の Twitter、Instagram もフォローしていただいて、 Instagram は私のアカウントの方にですね専用のポストをしますので、そちらのコメント欄からおすすめの定番の歌れれ曲をぜひぜひお願いします。もう1曲と言わずに、もう何曲でもこれもこれもっていうのがあればぜひ、題名とできれば歌ってる方の名前を入れていただければこちらでこう調べたりできますのでお願いします。またツイッターも、それ専用のツイートをしますので、そちらの方にリプをいただければと思いますぜひぜひ皆さんでね、ザ定番歌れれっていう10曲を決めて、それを1曲ずつみんなで楽しんで弾けていったらいいかなと思います。本当になんて言うんだろう、歌れれってすごいその人自身の個性がめちゃめちゃ出るじゃないですか。まあソロ弾きもそうなんですけど、なんか歌も入るとやっぱよりパーソナルな部分が見えるというか同じ曲やってもテンポも違うし、ストロークの仕方もアレンジも全部違うと思うので、歌れれベスト10を決めたとしても本当になんだそれぞれ個性のある歌れれが楽しめるんじゃないかなって思います。で、みんなでこう一緒の曲やるのも楽しいですよね。なんか比べるんじゃなくて、そういうのに参加することによってこう練習のモチベーションが上がったりとか、他の人の演奏を見て、あ、こういう弾き方あるんだとか、こういう歌い方いいなとか、いい影響とか刺激を受けたりとかできると思うので、ぜひぜひそんな素敵な企画にしませんか、一緒に。よろしくお願いします。はい、ということで今日は歌れれの表記アンケート結果発表でございました。皆さんぜひぜひ次は歌れれベスト10の企画にお付き合いください今日も最後まで見てくださってありがとうございます。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。